はい、皆さんこんにちは。こちらはアスキーさんのね記事ですけども、Apple Store のね、まあこの世界戦略について、まあこちら松村さんって方がね書いておられるんですけどもね、まあリンク貼っとくんで読んでください。で、その中でですね、日本のまあ今年の残り2店舗についてですね、川崎っていうのがね出てきたりしてまして、まあちょっとね気になったんで、候補地と噂される場所なんかをちょっとチェックしていきたいと思います。はい、それではですね、アップルの方はですね、アップル新宿のオープンの前後にですね、まあ、ホームページの方に、まあ、このような画像を貼り付けてですね、まあ、2018年に、まあ、もう2つの、ね、店舗が日本国内にオープンすることを予告していました。ただ、まあ、場所についてはね、明かしていなかったということなんですけどもね、まあ、今現在ね、この画像とね、アナウンスはね、消されているんですが、まあ、3月のね、画像があった頃にはですね、このアップル系のブログなどでですね、まあ、ラゾーナ川崎を予測している方もいらっしゃいました。で、まあ、その後ね、あんまり話題にならなかったんですけどもね、まあ、これラゾーナ川崎っていうのは、まあ、確かにね、2018年の3月、4月にですね、まあ、大規模な改装も行っておりましてね、まあ、かなりのね、お店が入れ替わりました。それで、この、まあ、三井不動産がね、手掛けている、まあ、モールなんですけどもね、まあ、これ積極的な店舗入れ替えとか、イベントなんかでね、まあ、大成功したショッピングモールとね、言われてるんですよね。まあ、元は、東芝の事業所跡ということでですね、2006年の9月開業だったんですけども、まあ、その3月、4月のね、改装もあったんですけどね、まあ、そこにアップルがね、入ったというね、形はなくですね、やっぱりないのかな、なんてね、思っていたわけですけども、まあ、ところが、ここへ来てですね、こちら、アスキー×デジタルさんの記事に、また川崎の文字がね、出てきたんですよね。で、これ記事自体はですね、アメリカのバークレー在住の松村さんというね、ジャーナリストの方が、まあ、この10店舗のね、展開について、まあ、深く述べていますんでね、これ面白い記事なんでね、ぜひリンクを貼っとくんで読んでほしいんですが、まあ、その文章内にね、残りのもう1店舗は川崎になりそうですとね、書いてあるわけですよね。そうなんですよね。なんでね、ちょっとおーっとね、思ったわけですけども、再浮上かと思ってね。まあ、それで、まあこれ川崎っていうのはね、最近ではね、首都圏屈指の商業地に、ね、なってきてまして、まあ、こじんまりしたね、この街であるんですけどもね、来年の秋にはね、パルコもオープン予定ってことで、まあ、ラゾーナ川崎はまあこれ駅ビル直結とか、まああと3路線がね、通るターミナル駅ってことでですね、これ最近暑いと言われている武蔵小杉なんかからもね集客もあって、平日の集客がね非常に多いんでね、まあこれが成功の要因とか言われていますけども、でまあご宅はねこのぐらいにして、実際にね現地見ていきたいと思います。で向かっているのは京浜東北線で、こちら川崎でございますね。はい、でこちら改札を出てですね、左側にですね、まあ、このラゾーナ川崎というのが、ね、あるんですけどもね、まあ、ビッグカメラもね入っていまして、かなりね大型店舗なんですけども、でこちら改札から歩いて、まあ、100メーターぐらいですかね、まあ、そこにこの駅ビル直結のラゾーナ川崎というねショッピングモールがあるわけですよね。でその噂されているアップルのねお店ではないかと言われている場所がですね、まあ、この直進してこの広場のところをですね、まあ、これ通り抜けて、まあ、それでねまっすぐ歩いていくと、こちらそう奥にね見えるでしょう、このグリーンのね帯のかかったようなこの仮囲いがねあるんですけどもね、ここにアップルできるんでしょうか。なんかまあこの立地的にはね、とってもねふさわしい場所という感じでね、まあなんかこの幅なんか見てもね、まあ、これちょうどいいなみたいなね感じしますよね。でこれちょっと上のフロアからですね、まあ見てみましたけどもね、こんなようなね位置になっていて、まあ結構ね目立ついい場所にねあるわけですけどもね、まあ、かなりね、この爽やかなね、感じの、まあ、この建物の、まあ、まさに一等地にね、ここにまだね、ない店舗というのがね、ありましてね、4月5月の改装の時にね、出てこなかったんですよね、何も。
これ、エクセンシングス、パンケーキのお店なんかもあるんですね。で、こちら、日にちはね、違うんですが、夕方から夜のね、感じも撮っておきました。こういう感じでですね、ぐるっと、広場のね、あたりなんですよね。まあ、これ、夜もね、ライトアップされて、非常にね、綺麗にね、まあ、このモールなんですけどね。まあ、そんな中に、まあ、この白い仮囲い。この時はね、緑の帯なかったんですけどね。まあ、この位置にアップルストアができるのかというね、ところなんですけどもね。かなりね、人が集っているんですね。ここにできるんでしょうかね。はい、それで近隣店舗はね、どんなものが入ってるんでしょうか。同じフロアの右隣ですけどね、まあ、エスカレーターを挟んでですが、まあ、ビームスが入っているというね、感じで。で、左隣はですね、通路を挟んで、ロンハーマン、アサフ系ライフスタイルの、まあ、セレクトショップがね、入っておりますよね。で、あとはまあ、タグホイヤーとかね、まあ、いい時計のね、ブランド入っていたり、まあ、その他ですね、こちらは、コーチというね、まあ、このバッグのブランドですよね。まあ、これ、アップルウォッチのね、バンドなんかも手掛けていますが、で、あとはまあ、これね、テスラがね、入ってるんですよね、電気自動車の。まあ結構新しいですけどね。で、まあ確かにね、この空いているんですよね。この店内のね、図を見ると、これ248という場所にね、バカッと空いてるわけです。もっとザラがあったところですけども。ただね、やはりビッグカメラがね、大きいのが入っていて、まあここで、まあ見ての通り、アップルのね、まあこれ、インショップ、ショップインショップがね、あるんでね、まあ、そのあたりはどのようにね、話をつけたのか、ひょっとしたら直営ではなくてビッグカメラさんがやるのかもわからないですけどもね、これはどうなっちゃうのかなっていうのはありますよね。まあ、それで都心からね20分で思い出すのは香港なんですけどね、5月に行ってまいりました。まあ、こちら例えばこのグリーンのねクントンっていうね、駅なんかですね、まあ、このカウルンサイドではチムサーチョイっていうね、まあ一番中心地がありますけども、まあここからですね、地下鉄に乗ってですね、約ね20分ぐらいね、かかるんですかね。で、まあ20分ぐらいのところにですね、まあこのようにクントンというね、駅があるんですけども、まあこれもね、駅ビル直結のですね、APM というね、モールがありまして、で、ここをね、見に行ってきたんですけどもね、やはりね、この香港の方もですね、まあこれ、広東ロードとか、まあそういう中心街の路面店ではなくてね、こうやってショッピングモールのね、中にね、割と大きいお店をね、オープンしだしてるわけですよね。で、こちらはね、店内こんな感じですけどもね、やはり今ね、最近の店舗らしい、この真ん中にでかいスクリーンがあるね、タイプ。で、これ椅子が置いてあるタイプですよね。これ新宿なんかと一緒ですけども、まあそんなのがね、増えてきています。で、こちらはニュータウンプラザというね、こちら、これも地下鉄で、少し移動したところ。で、これはですね、ニュータウンプラザというね、モールですけどもね、まあこういう、まあ総合商業施設にね、入ったりね、しているわけでですね、まあそちらの、この店内ね、やはりこんな感じのね、店構えになっているわけですよね。で、この、まあ、子供向けのね、この、プログラミングなんかもね、力入れたりしています。やはりちょっとね、郊外なんでね、人が住んでいる場所を意識して、まあ、このようなね、ホームキットなんかもね、結構力入れたりね、している感じがありますよね。まあ、結構だからね、もう郊外のね、ファミリー層を狙っているお店なんかね、増えてるんですよね。これが APM、フェスティバルウォークっていう、まあ、これも郊外。で、最後、ニュータウンプラザですけどね。はい、このようにね、香港の例を見てみますと、まあ、都心から電車で20分程度、まあ、郊外でもね、ちょっと手前のあたりのね、まあ、駅ビル、ショッピングモールにね、出店っていうのは、まあ、方向性としてはね、これありそうですよね。まあ、ファミリー層をね、捉えるっていう意味ではね、香港の郊外店はね、非常にうまくいっているようでですね、まあ、これ土日でなくてもね、たくさんね、お客さんが入っていたというね、ところですね。子供もね、多かったんですよね。いやー、アップル、川崎、あるんでしょうかね。まあ、あるとしたらね、非常に楽しみですけども、できたとしたら、神奈川でね、初めてのアップルストアになるかと思います。それでは、また。
この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。